このブラント君6歳ですけれども非常に賢いということで占いにもですね、えー、期待が持てますね。ロストフナドヌーは昔から馬の産地として知られています中でもブラント君は数々のコンテストで入賞した名馬です占いではブラント君が餌を食べたバスケットの国が勝利ということになります ワールドカップの試合結果でブラント君は的中率75%ということで今回も入念な準備運動を行って占いに臨みました。ブラント君どちらへ向かうのかあ一目散に向かったのは日本のバスケットです、ブラント君日本を選びましたということは日本の勝利を占ったということになります。 Надеемся, да, согласно предсказаниям. Надеемся, что предсказание сбудется. Может, даже поставим на Японию.